お母さん帰ってきちゃうかな。俺お母さんって呼ばないですけどね、ママっていつも呼んでます。ずっとママって言ってたらさ、変える時期わかんなくて。いや、それ毎回絶対言うんですよね。まあお母さんでいいですけど。ああ、眠いよ、眠いけど寝れなくなった。なんでいつも寝れないんだろう。どうやって寝てんだろうな、俺は。実はもうずっと寝てないんじゃないかな。なんかマックがさ、今、すごいポテトやってる。美味しそうなポテトと、美味しそうな飲み物やってるんだよ。だからちょっと歩いてでも買いに行きたいくらいうまそうなんだけどさ。眠いんだよね。ちくしょう、眠い。1は全、全は1。お、マックフルーリー超オレオはあるね。鼻かゆ、足かゆ、あかゆ。眠いよ、眠いんだよ。痛え。あー、痛すぎる。痛すぎはしないけど、どうせすぐお母さん帰ってくるし。ねえ、犬のね、ゲロを片さないっぱなしで俺は今ここにいるんですけど、ダメですよね、それは。でも俺は犬のね、ゲロを片すことができない。ネミ、今のドアメ、最後の1個の空間。今のドアメの梅が今ない。アマゾンで売ってなかった。どっか歩いて出かけようかなと思ったけど、眠いんだよな。二人モノローグ見たんだ、俺は。見たらめっちゃ面白かった。二人モノローグ見ましたけど、おもろかったです。おもろかったです。そういう、でもなんだろうな、ユリとさ、レズって何が違うんだろうな。調べよだいたい分かった。一人でいてもレズはレズと。まあそうだよね。ユリっていうのは二人でいて、そして外部からの人が決めたから、ユリはユリになると。確かにそうだよね。でもゲイとホモはまた違うんでしょ。
たまたま好きな人が男の人がホモだったり、まあ、ゲイとホモもなんか違うらしいけどね。眠。腰痛いな。汚い脇が見えそうになるけど汚すぎるから見えないんですね。腰痛いな。眠っ。ペニーパーカーちゃんはあれだっけ、ガムとグミを一緒に食ってんのか。でも俺ね、最近気づいたんですよ。好きなグミね、好きなグミないんですよ俺。好きなガムありますよ。ノラクロガム、ノラクロガムのいちご味っていう、俺あれめちゃくちゃ好きなんですよ。あれの食いすぎて舌痛くなるんですよ。舌痛くなるまであれを食うんですよ。顎はね疲れますけど、顎が疲れる前に舌が痛くなるんですよ。前3日で60個食いましたから。俺は3日で60個食いました、ノラクロガム。異常でしょ、糖分過剰摂取ですよ。3日で60個食う、1日20個ですからね。ノラクロガムうまいしな、あいつらいいよな、作ったやつ頭いいな。生々しい皮膚かき音、ガシガソガソって。あー腰痛いな。腰痛いから立って喋るんだけど。お尻見えた？あ、見えなかった。あ、腰痛、思ったより腰痛かった。ふぅ。お、心置きなく股間がかけるね。俺まだ風呂入ってね。俺野田総理さんより風呂入ってないらしい。やばいな俺。俺平気で2週間とか入らない時あるんです。長い時で2週間、大抵1週間は体洗わないし風呂も入んないです。意外に超不潔ですよね。親とかも臭いなって思ったりするんでしょうね。でも多分俺はめっちゃ臭いんですよ。めっちゃ天気いい散歩の日にね、鳥が糞しないようにこう上向いたりしてたら、なんか臭いなって思ったら自分の頭の匂いだったっていう、ね、それ自分で臭いって思うってことは、そう人にか関しては臭っって思うんだろうね。だからちょっと気をつけます俺。すごい臭かった。うん、あーやっぱ臭いやつ、臭くてデブですよ。臭くてデブで顔ブツブツですよ。そんなやつ会いたくないよみんな。ちょっと気をつけます。あと多分その時口も臭かっただろうしね。そんなやついるんだね。あ、腰痛い。次何の漫画買おうかな。それ町、それ町もう買っちゃおうかな。購入圏内に入ったな、それ町。なんだかんだ言って買ってなかったけど、それ町おもろそうだからな。そろそろ金、もう多分当分金入んないけどね。お母さんからばっかお小遣いもらおうとしてるからダメなの。でもお父さんにもらうんだったらって話なんですよね。なんかソフトにお父さんにもらえないかな。なんかどうやったらお父さんにお小遣いもらえるんだろう。お小遣いじゃなくてもいいんだよな。うん、むずいね。
俺もケチだからさお父さんはディズニーランド俺が行くからお小遣いくれたんですけど1円も使わないで全部漫画に使いましたから、親の金、親のねクレジットカードで全部食い物買って、鬼畜じゃん、そんな鬼畜っていうか小じきだよな、やってること。あー俺の未来は不安だけど、ていうかみんな未来は真っ暗でない、お先真っ暗。ヒロさんも言ってるけどね、お先真っ暗はいいことじゃよと。みんね、なんでいいって言ってたんだっけ、みんな平等にみたいな、なんかそんな意味と、もう一個なんか意味あった気がする。雑談ね、なんかすごい落ち着いて雑談してる感じがするけど、でもやっぱ動画撮ってる時ってなんか独特の緊張があるんですよ。肩の抜けた緊張っていうか、一人で喋ってる時よりは絶対緊張してるんですけど、そのなんか緊張してるなって感じは一つなくて、動画撮ってる時と一人で独り言してる時ってやっぱ全然なんか違うんですよ。緊張は別にしてないんですけど、でも緊張してるかって、緊張って言葉を思い浮かぶと緊張してる感じがする。胸がスースーする感じ。あー腰痛いな。だからなんか動画の人格とカメラもつけないで喋ってる時の人格って全然違うんですね。で人と話すとまた違くなって、で動画で話してる時もなんか2種類くらいあって、3種類くらいの時もあるし、なんかすごいですよね、いっぱいあるっす。で外に出たらもう全然違う、俺外出たら全く喋んないんですよ。でも俺の母さんは喋るからすごいムカつくんですよ。それも声がでかいんですよ、俺のお母さんもお父さんもすごい声がでかいんですよね。嫌だなって思っちゃうんですよ俺は。腰痛い、どうしよう。あ部屋もすごい汚くなってきた。腰になんか、なんか塗って、避けるか、腰痛いの。腰痛いの塗るとめっちゃね、すごい匂いするんですよ。腰痛いの、うわ、いきなりビュって出た。うわ、すごい出たね。やっぱ人間って人を見下す生き物なんだろうな。何か見下してないと気が済まないんだろうね。だってさ、そうじゃん、童貞とかデブとかブスとかチビとかさ、そういうことじゃん。なんでみんな童貞が悪いかって、手軽に見下せるじゃん。お前はやってなくて俺はやっているみたいな、そんな感じで見下せるんじゃない。持ってることが全部いいわけじゃないのにね、してるからいいってことじゃないじゃん。犯罪してるからってさ、いいわけじゃないし。いやー犯罪しないように気をつけてこ、人を傷つける犯罪っていうのはやめよう。なんかさ脱税とかなんかその直接的に人を傷つけるような犯罪をなるべくしないように気をつけよう、気をつけようと。でも俺痴漢罪に間違われても逃げれないと思うんだよな。足遅いし腰痛いから、あ、違います、違います、つって、俺は痴漢罪してないんでね、つって。ヘラヘラして、逃げることできんのかな？人違いですわ、つって。ね。できんのかな、あれ。なんか変に正義感があるとあれ終わるよね、駅員さんが。違うんすわ、つって。でもさ、間違われたら困るよね、普通に。終わるんだよ、人生。痴漢冤罪、冤罪ってダメだよね。
で、なんか痴漢冤罪してる人こそなんかさ、日本の国籍じゃない人だったりするよね。まあそういうのが目立っちゃうっていうか、うまくやれてないっていうかさ。でも何なんだろうね、そういうのも怖いね。いや、冤罪怖いよね。冤罪怖いでした。